朝10時に大阪取引所が発表した金の先物指数です。25円安11,480円となっています。ここで日産証券グループ NS トレーディング代表取締役菊川博之さんにお電話で伺います。菊川さん、おはようございます。はい、おはようございます。どうでしょう、俺金利の高止まりもあるのか、さすがに今日は一服上昇という感じでしょうか。アメリカの長期金利上昇、はい、これを材料に、とりあえず、上げ一服のような感じですね、うんうん、これあくまでも金利に対して若干の敬意を払っている程度のこういうおしめという感じでしょうか。どうでしょう。そうですね、特に東京市場は、海外安を円安が相殺するような、はいはいはい、形になっておりますし、さらに昨日は金利が上昇したんですけれども、原油市場は、逆に続伸というような形で、マーケットの目は金利、金市場の目は、金利だけではなくて、原油市場、そして地政学リスク、こちらの方も見ながら動いておりますので、下値は限定的に今のところなっている感触ですね、うん、ありがとうございました。日産証券グループ NS トレーディング代表取締役菊川博之さんのお話でした。